島津亀寿寛永7年10月5日は、安土桃山時代から江戸時代初期の女性。島津義久の三女母は種ヶ島時高の娘。島津久康の室。後に、島津忠恒の室。結婚後は、お神様、国部様、国部お神様などと呼ばれていた。島津氏が豊臣秀吉に降伏した後京都に住む。 豊臣政権に屈した島津氏の教順の意を表すための人質としての役割が亀樹によって担われたのである。1589年に重帝である島津久康と結婚するが、久保の死後、久保の弟である島津忠恒と結婚する。1599年、島津義弘から薩摩国費沖軍内で五千石を与えられる。翌年には、 島津義久から大隅国大、ねじめ村2739国を与えられる。1624年、再び一枚国を亀樹一代の間、無役として与えられている。1630年10月5日に、国部城にて死去。法名、寺名法窓安守広告辞伝。 ジメザー鹿児島市白山町の鹿児島市立美術館の一角にはジメザーと呼ばれる石像がある。1929年に当時鹿児島市役所敷地であったこの場所から発見されたというこの像は亀樹の像とみなされ、ジメ院様が鹿児島弁で喧嘩したジメザーの名で呼ばれている。ジメザーは一年に一回亀メの命日である十月五日に化粧直しを 行うのが恒例となっている。21世紀初頭の現在、鹿児島市役所の女性職員が化粧を行っており、白と黒はポスターカラーであるが、口紅と頬紅は実際の化粧品である。化粧はその時々の流行や話題に従っており、テレビや新聞で報道されるなど、地元の注目を集める。ジメサーへの化粧は1929年以来とされ、 企量に優れなかったが、その人柄で人々に慕われた、亀樹を忍ぶ行事として認知されている。ただし、ジメサーが、もともと亀樹の姿を写して作られたとすることには、否定的な見解もある。作家の霧野作人は、江戸時代に、島津家の祈願書であった、大乗院に、白地蔵と呼ばれる石像があり、祈願のためにお白いを塗る慣習があったことを、示している。霧野によれば、 白地蔵を実験した、公爵士、伊藤良舎が描いたその姿は、ジメサーに告示しており、明治期に、白地蔵が現在地に移されたものが、ジメサーであるとしている。霧野は、白地蔵が亀樹と結びつけられた理由として、大乗員が亀樹ともゆかりのある寺であったことを、示唆している。朝日日本歴史人物辞典田畑1996。 p192ab 田畑 1996p191 田畑 1996p193abcdefghij 今年はどんなお顔ジメサーのお化粧直し鹿児島県2014年6月16日閲覧 abcde ジメサーキリリフト眉に鹿児島ジ命院イン様が化粧直し朝日新聞 2014年6月16日閲覧。ABCDEFGHI 切りの作人。薩摩人国史最高。ジメサーの由来。南日本新聞。2014年6月16日閲覧。ありがとうございます。